今回から、異世界勇者のデスゲームというゲームを、やっていきたいと思いますと、初めから間違えた。やろ。プレイする章、まあ、どの章にしようかな。まあ、これ 違う。これは1章からだね。4章からやらないね、これね。1章からだ。1章からやろう。1章。1章から。目覚めなさい。目を覚ませ。なんだお前は。ここは。そうだ、ここはどこだ。うるさい、うるさいと BGM、音量上げすぎだ。はい。綿貫さん、ようこそ死後の世界へ。私の名はアクアータ。この世界において死者を導いている女神です。なんか耳がエルフっぽいね。女神だって。ドゥーン。本当にデーンってなった。女神、アクアータ。耳がとんがってる。エルフか。死後の世界。残念ながら日本で暮らしていた4月1日、綿貫さんは、違う、4月1日に死んじゃうわけじゃなくて、こいつの名前が綿貫なのか。はい。人生を選択する権利がある。選択する権利。このまま現世に新たな生命として転生するか、異世界勇者として異世界に転生するか。異世界勇者、ゲームをされますか？まあ、アニメでしょ、アニメ。人並みには、ファンタジーな世界を。悪い魔法が世界を支配し、魔物の人々が魔物の恐怖で怯えている世界を。まあ、俺杖できるとですよ、要は。日本に生きていたらそう思いますよね。結論を言うと、取れてるよな。多分取れてる。結論を言うと、どうのこうのして、魔王を対抗できる力がない。なるほどね。強力な力を持つ。やっぱり俺杖じゃないですか。世界を作ってみませんか。俺なんか世界を作れるのか。確かに。でもまあ、あれだろう。実は能力が9999とかさ、なんかスキル取り放題とか、そういうのくれるんでしょ。異世界超常能力。超能力。あなたは選ぶ道がある。異世界勇者として転生して世界を救うか、根本に転生し、ゼロから人生をやり直すか。ゼロから人生やり直そうかな。選択肢がないね。じゃあ異世界勇者になろうか。考える時間はいりません。ということは、赤ん坊になります。力、卍がないから、勇気がないせいで後悔の多い人生でした。もう間違えたくない。そう、これでいいはずだ。俺は今度こそ間違えていない。異世界勇者としての新たな道を進む。あなたの選択は後悔ない。アクワータが参りました。受けて回りました。はい。勇敢なる綿貫を、あなたに勇者としての加護。逆じゃね？エフェクト。気のせい、普通、逆、まあ、いっか。そういうことか。こっち側に、手前にいるから、手前になったってこと。多分上向きじゃない？あれ、転生のエフェクト。違う？ そこじゃないか、着眼点は。装備が変わってるか。綿貫、素人勇者。たったこれだけですか？世界で生きていくために必須なネクトスキルを与えました。なんだ？ファイヤーとか。さっきおっしゃっていた必殺技、そう、それ。違う。言語スキル。まあ大事だね。喋れないと。焦らないでください。あなたにこれから力となる異世界能力を授けます。みんながいるよ、後ろに。善人のために戦い、決して悪用してはいけません。なんか、待ってるけど、大丈夫。後ろ、志村、後ろ！己の私欲をそのままに使い、異世界を翻弄させた勇者がいたらしく。そこにいるのは何者ですか？やっぱダメなんだ。ここをやられた。テキスト相まって、ほんと死んじゃったんじゃない？ボコボコされてる。殴られてる。ボコボコじゃん。何発殴る？うわー、すごい BGM。
バイオ、あ、違った。バイオハザードってよろしいだ。目標制圧、女神は殺害、殺害されてる女神が、異世界勇者1名確保。これで全ての異世界勇者の確保は完了。女神は焼却、焼かれてる。異世界勇者はシベリア送りになります。異世界勇者、まだ目を開けるな。体を、あ、目は開けるなじゃなくて、目は開くなってことか。体を起こせる。うわー、殺されてんじゃん。びっくりマーク。ん？また殴られた。5回くらい殴られてるけど。もう顔ぐっちゃぐちゃでしょ、さっきのリリシー顔が。絶対顔ぐちゃぐちゃ。大丈夫？おいおい。おーい、お茶。しょうもな。ここは、ピョーンってあなた。個室のようだ。すんごいキングダムハーツみたいな感じ。キャラクターの顔が。鍵がかかっている。鍵どころじゃなく魔法もかかっている。いくら壊そうとしても、実際以外のその扉を取られ、僕は何度も開けようとしてるんだけど、びくともしなかった。仲良く感じ、情けない話で、急に、ああ、お前も流れたんだ。不意打ち出し仕方ない。異世界勇者、ああ、そう、異世界勇者の存在を知っている。ということは、自己紹介もあったね。この名前、ルーク。同じ異世界勇者。まあ、キーブレード持ってるだろう。ベテラン勇者。俺は綿貫だ。ね、変わった名前があるね。絶対俺やだわ。絶対やだよ、俺。エイプリルフールの時絶対からかわれんぞ。異世界勇者でなんでわかった？女なの、こいつ。やってるでしょ。簡単な話。君と僕が会話を成立するシーンで、どの子の、はい。何語の話？日本語。今何語で喋ってる？ツイッターでよくある煽りじゃん。英語なんだ。嘘じゃない。言語互換能力。これであれじゃない？これであったらすげえ便利だったな。それはそうだけど。言ったね、アクアータも。最初にくれたんだ。じゃあ必殺技くれないんだ。BGM でかくね。まあ、いっか。聞こえて聞こえる。必須スキルだから、当然女神の説明を受けてると思ってる。それは、異世界転生中に、女神殺されちゃった件について。嘘はついてない。僕は閉じ込められた女神様も、そうだね、女神子様なんてそうそう殺せるもんじゃない。やばいじゃん、本当に。ひどい。あ、なるほどね、びっくりした。いや、クダラスって言われてんじゃんと思って。僕の世界能力、教えろ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 。キーブレーだろ、どうせすごいジージーですよ。すんげえ名探偵コナンみたいな格好してるとき。すでに会場の準備はできてます。部屋を入れて1階の礼拝堂まで何階、ここ?5階とか。それは5階です。それともすでにドアをロックされてる。いや、解除してくれてる。やった。よし、逃げるぞ。はい。そうだね。今からあなたたちには殺し合いをしてもらいます。そういうことでしょ。題名デスゲームだし。バービックリじゃ、音がでかいんじゃ。なんか何するゲーム、セーブしようという。なんでファイル20からなの、ファイル1からじゃないのこれ。なんで、なんか伏線これ。不明。あ、何これ、ライブラリー。異世界能力。不明。なんか、最後ら辺戦いそうだな。行くか。今、体力画面なかったってことは、これ、RPG っていうなんか推理系かな？デスゲーム。ゴミ箱。なんかあんのかな？まあ、いろいろ部屋あるな。ちょっと探索するか。TM レボリューションやんじゃん。TM レボリューション。よし。カブトがある。なんもねえな。中には200ゴールド。骸骨。血痕がある。え、でも、部屋の中で戦わないでしょ、さすがに。
オープンザセサミン。あ、便所だ、便所。便所みたいなベッドがある。あ、なにこれ。やっぱ基本的に二人部屋なんだね。また200ゴールドよ。また200ゴールド。200ゴールドしかくれないのかな。このぬいぐるみすげえボロボロ。てかこれ誰かいる？もう、わかんない。だよね。食堂がある。お金、なんで、ね、誰か落としたのこれ。食堂だね。なんか割れてるけど。あー。あー、便所で。娯楽室。なんかいろいろあるな。あ、あのぬいぐるみがあるじゃん。まだ TM レボリューションがあるよ。プレゼントガチャ、何これ。購入する。エロマ、エロ本。エロ本1個買おうか。うん、エロ本と、何これ、ガチャ。ガチャ、な、めっちゃ。600ゴールドも、あ、引いちゃった、引いちゃった、エロ、あ、なんだ、なに。エクスカリバー。よかったろ。うん。あ、こいつ一番なんか、最後に戦いそうなのかな。俺の能力知ってるし。状態維持を無効化にする、西武剣エクスカリバーのレプリカ。死ね。死ね。ここが礼拝堂だな。他は、行けない。なんか厳重に、やっぱ1階だからか。出口があるんだろうな、ここに。何これ。武器だ。なんだよ。あ、お金か。武器もらえると思ったの。血が出てる感じがするとこで戦うんだね、これね。やだなぁ。絶対殺し合い始まるんじゃん。じゃあ行きますか。